クリンパで作る編み下ろしヘアをご紹介していきます。表参道の夏屋ヘア、スタイリストの田野が解説いたします。今回は編み込まず、三つ編みもせず、逆リンパだけで作っていく編み下ろしヘアです。逆リンパの方法やブロッキングの方法など丁寧に紹介しています。ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。今回の使用する道具は髪色に合わせたシリコンゴムを3本ほど用意しておいてください。まず後頭部の分け目が目立たないように髪の毛を後ろに向かって溶かして分け目を隠しておきましょう。続いてブロッキングは頭頂部から耳の付け根までまっすぐに分け取りましょう。後ろ側の髪の毛を溶かしてまとめておきましょう。最初に結ぶのはこの最初に分け取ったサイドの部分です。このサイドの部分を手ぐしで髪を溶かして後ろに髪の毛をまとめて結んでいきます。結び目は少し下げた位置で結んでおき、毛束を下から上に向かった逆リンパをしていってください。毛先を通した後は左右に裂き、結び目を締めておきましょう。下に降りている毛を2つに分けて先ほどの毛束の上に集めて結んでいきます。この上の部分に乗った毛束だけを結びましょう。結び目を少し下に下げた状態で結んでおき、下から上に向かって逆リンパをしていきます。穴に指を入れて毛束を待ち構えておくと逆リンパしやすいですよ。この時に別の毛束を入れ込まないように気をつけて逆リンパをしていってください。毛束をほぐしていきます。ほぐす際は毛先の部分を持ち押さえながらほぐしていきましょう。ほぐす部分はどの毛先にあるのか、どの毛束なのか見ながら確認して引き出していくと綺麗に仕上がります。どんどん繰り返していきましょう。下に来た部分を上に持ち上げまとめていきます。下にある毛束を2つに裂いて上で逆リンパをしていきます。このように2本の毛束のボリュームが多いのと少ないのの差をつけておくことでメリハリがあり、ボリュームの差が出て可愛く仕上がります。逆リンパで作ることによってぷっくりとした立体感が出て華やかな仕上がりになります。全体のバランスを見ながら引き出してほぐしていきましょう。逆リンパの部分だけではなくトップの部分にも引き出して立体感を出しておいてください。ゴムが見えてしまっている部分には飾りなどをつけると可愛く仕上がります。ここからは巻くのが苦手な方はやらなくても大丈夫です。ストレートアイロンなどを使い毛先の部分をランダムに波巻きにしていくとさらに可愛く仕上がります。ぜひ試してみてください。美容院でやったような編み下ろしヘアが自分でもできてしまいます。逆リンパでぷっくりと立体的に作っていってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったなと思っていただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。